ないの。全然ブレない。マジかよ。ヒーロー5何だったんだあれ。そんなに違う。今日はレンコン屋に来ました。一方通行になってるみたいなので気をつけてください。ケンタッキーの横、ヨークとケンタッキーの近くです。これがレンコンですか。これがレンコンです。かぼちゃだね。あ、これはかぼちゃ。これはかぼちゃなんだ。わあ、なんか喫茶店みたいなあの看板です、ね、いいですね。予約されてた、はい、2名様で、はい、ありがとうございます。どうぞ。次、堀ごたつと、あとお座敷、お好きな方どうぞ。堀ごたつとお座敷どっちの、もう DJI に行くぞって。どうぞ。いいのかよ。あー、でも肉も鴨なんだ。鴨好きだから悩むな。え、でも頼んじゃったよ。あ、もう、あ、大丈夫です。いいの？はい。あ、ごめんね、入っちゃった。はい。入ってる。日本に帰ってきて撮影するの逆にちょっと違和感があって。何なの？なんか周りからは何も思われないんですけど、うん、自分の心の中で、心の中でなんか違うな。僕もそれで最近サングラスかけるようになりました。うそこれ手作りっぽいね。ですね、大きい。はい、ツアーがも可愛い。ミニツアーいいですね。いただきます。召し上がったのもう一つお肉はチャスということで、じゃあ私こちらしますか。美味しい。あ、そうめん本当だ。入ってる、入ってる。牛麺ってやつですかね。牛麺、ね、あの、ガラクでよかったです。よかった。素敵なところ。芋まんじゅう、なんだろう、芋まんじゅうって。うわー、綺麗すごい綺麗だ。かわいいですね。台中の名物のローユエンに老婆を似てる。連想まで行くのに、うん、でも私すごくない？美味しいです。うちらも言ってけどさ、これは美味しい。そうだよね、うん、いいね。満たされてます。なるほど。ご飯おかわりございますので、はい、やったー、ご飯おかわりできるよ。ホテルじゃん、ホテルの夕食のやつですね。ホテル、旅館だ。旅館の。こっちも取っていいですか。はい、お豆腐。ね、それのチェックを杉村さんから。これ、私のおもちゃの話が聞いたから、私が一緒に食べたの。
初めて日本に住んでる YouTuber の人と会いました。今度茨城空港を使ってみようかな。ぜひ。木曜日と日曜日しかないですけど、はい、チャイナエアラインですか。うん、タイガー。あ、タイガー飛んでるんですか。そう、安いよ。安いですよね。うん、成田行くより便利で、そう値段もあんま変わらないです。うん、あの、交通費というよりは茨城空港から青山はおいくらぐらいですか、チケット。チケットね、安い時は、ね、2万円以下でいっぱいあるよ。だったら本当にありですね。うん、全然。今度桃園から茨城空港にじゃあ行きます。いいよ。成田いいや。いいの。成田の周り何もないじゃないですか。茨城空港の周り見せてあげたい。そんなに何もないですか。でも東京駅からバスで来れますよね。そう、500円だよ。安い。そんなに安いんですか。そう、飛行機乗る人は500円。なるほどなるほど。そのチケットがあれば。そうそうそう。そうやって言えって本当に言われたのか。そんなに安いんだね。じゃあ成田行く方が高いじゃないですか。そうなの。1000円とかですよね。みんなにバレたらね、やばい。人数が増える。茨城県民そこは言わないみたいな。千葉行けみんなみたいな。無料業も無料だよ。すごいですね。すごいよね。成田もう使いたくないよ。そうなの。そうなっちゃうの。なるほどなるほど。そうやって茨城県民を成田に行かせないように。そうだよ。囲い込みがすごい。でも囲い込めない。なぜかわからないけど。みんな知らないからですね。うん、茨城県民じゃないと知らないっていうのが、そう、あんまりね、空港といえば羽田成田でみんな終わっちゃって、僕も仙台はいいなって思って、仙台線の最後、あるんだ、仙台も最後川上に出てて、でそれもこう確か航空券2万円ぐらいで、あ、そうなんだね。だったら東京行ってそこから新幹線とかで行くより、うん、もうストレートに行った方がいい、うんうんうん、仙台大好きで、あ、そうなんだ。牛タン好きすぎて、牛タン美味しいよね。順番だけ逆になっちゃって申し訳ないです。はい、こちらです。はい、はい。これ前菜なんで、あ、そうなんですね。わかりました。大丈夫です。いっぱいあるから全然大丈夫です。大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。はい、あ、サラダ、はい、ありがとうございます。サラダはね、あの、その方は出ないんですけど、はい、ごめんなさい、後になりましても、はい、いえいえ、あ、あ、来た。気づかなかった。忘れとった、お前。話したの福岡怖いわ。あ、僕さ、合ってるのかな、合ってるかわかんないよ。合ってるのときよ。ただ、近くにしやすいし、あとここに何秒って出るから。GoPro やっぱすごい。誰でも撮れる。うん、ただ、撮るのを慣れた人からしたら物足りない。あ、そういう。しかもこういうところにもこういう感じでできたり、うん、他のカメラじゃできないじゃないですか。濡れたりしたらやばいから、やめて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 。これラストオーダーって言われて、カンブリ、はい、これで終わり。寒いぜ。